瀬古さん、コースの方に出てきたわけですけれども、はい、我々の後ろに飛び立っているのがテレビ塔、有名な、そうです、ね、ですからここがスタート地点、うん、そしてゴールもこの辺りになるということなんですよね。一番札幌のね、一番にぎやかな、そうです、メニュー通りで、そうです、全然揃ってるところだ。ここから一気にそのランナーたちがスタートしていくと、いよいよ始まるという形になるわけですね。なんかやっぱりここへ来ると燃えるもんがあります、ね、ありますか。これはいいね。あの赤レンガもね、はい、さっき見てきましたし、なかなかこう北海道らしいところを通りますよね、うん、そうなんですよね、はい、でスタートした選手たちはこの大通公園をこうぐるぐると2回回って、うん、そしてコースに飛び出していくと、だからここちょっと競技場のようななんか雰囲気のね、はい、使い方になるわけですね、まあ、あのここも2回回るんですよね、はい、そうです、はい、だからもうお客さんもここでね楽しめますよね。ここにいればですから、うん、少なくとも2回のゴールも使えますから、でここまで来るから、そうですそうです、そう3回4回見れるんです。お得なポイント、ここ一番やっぱりこうね、うん、皆さんが応援する一番いいポイントですね。そうですね、うん、はい、ビール園もあビール祭り、このスペースを全部使うんですよ。ああそう、だから1キロ以上のこのスペースは全部ビール、ここがビールビアガーデン、ビアガーデンになるわけね、はい、だからオリンピックの時はそこでもやってるんだよね。まあ、ちょっと今そこがどうなるか調整だと思うんですけど、ね、まあ、でもマラソンはスタートが早いですから、早いからね、そこでビール飲んでるわけじゃないからね、はい、うん、ただもうお昼から皆さん、あ、本当夏の北海道やっぱもう気持ちいいですので、あ、瀬古さんもいかがですか、うん、飲みたいビール大好きだもん。あ、そうですよね、存じ上げております。本当に、はい、いやでも本当にあの夏の札幌をそれを楽しみにやっぱりいらっしゃる方も多いので、はいはい、なんとかねこう共存できるような、いや絶対してもらいたいですよね。そうですよね、うん、で伝統のものはやっぱりあのちゃんとやってほしいと思います。うん、はい、コースの大きな見どころの一つでもあります、うん、北海道大学のキャンパスに行ってきました、はい、初めて来ましたね。初めてですか、うん、なかなかこうね木があって、うん、そう落ち着いた雰囲気の、ね、そうなんです、大学ですね。そうなんですよ、うん、でこれがですからコースでいうと3周目はもう残り1キロぐらいのところです。もうクライマックスのクライマックスだ、ね、クライマックスを見送ってくれるクラックスが、はい、ああボーイズビーアンビシャス、そうです、平年よ大将いたけ、はい、よしマラソン選手も大将いただいて、あ、ここでメダルですね。ここで、まず僕が大将いただきます。ここで瀬古さんが大将いただかれるんですね、まずはそれをスタイル選手、なるほど、ね、いやでもこう道幅も結構ギュッとこう狭いので、はい、沿道がこうすごくこう近いんですよね。でも大学ですけど、あの観客はもう10人入ると思います、はい、あ、じゃあいいですね。あので 木もあるし、はい、日差しもね、そうです、入ってくれて、うん、まあ、でもこれが結構2キロぐらいあるので、あ、結構そんなあんの、1キロ以上なので、ここから走ってきて、いや、ここもまっすぐだ、ちょっとここもまっすぐです、ね、見通しは相当あるね、あそこがいいです、ここまで、あ、本当だ、ずーっと、わわわわ、広いですよ、ここの辺が、で、これ走ってきて、結構見どころがありますね、あの北海道マラソンコース、そう感じていただけました、ね、これ最高じゃないですか、これこういうとこ、うん、多分ね見たら世界中の皆さん、あ、こういう大学で勉強したいって来るかもよ、そういう機会になるかもしれない、なるかもしれない、あ、うん、いいですよね。いや、これいいわ。ハイライトだね。ハイライトです、本当に。ここ3回でしょ？ここ3回です。おお、はい。よく考えてるね。いや、そうですよね。うん、そうです。3度目はもう本当にウィニングランに近いような状態のこう、ね、まだ競ってたりして。これ日差しとかはさ、はい、この辺はまあビルが多いけど。そうですね。ここはないでしょ。ここは、まあ、ビルもあるの。北海道大学の中は木がかなりあるので。あ、そう。その以外の場所はそうですね、ね、うん、そんなにないですね、うん、まあ、それは東京に比べるとちょっと、そうでしょ、はい、これをまっすぐまだ行くんですね、これを右に行きます、ね、これを右に行くのか、はい、これが駅前通りっていう、もう一番大きい札幌駅と大通公園の並びと、はい、まあ、全体的にあのコースは
平坦で、走りやすいのかなと。力が、各選手の力が発揮できる、うん、まあ、公平なコースかなと思いました。はい、でやはり特に同じところをこう3回回ったりする場所もあって、応援する人たちもすごくこう応援のしがいのあるコースかなというふうに思いました。これ天候が、ね、当日どうなるかというのでまた、変わってきます。はい、まあ、普段の札幌の気候であればね、はい、まあ、東京ほど暑くないということを考えれば、やはり30キロ以降の、スピードアップは間違いないなと。はい、それもやはりこう近年、前半よりも後半の方が、早いということが結構多いので、やはり、スピードアップ、自分が今持っているスピードをもう一つ磨きをかけて、日本人選手も、練習していかないと、やはり、そのスピードアップに対応できない、対応できなくなるんじゃないかなというのはありますね。やはり力通りに出やすいので、当然アフリカの選手たちは日本人よりも力も上でということは間違いないので、はい、彼らが中心になってレースは進んでいくと思います。そこにうまく僕らが、レースの展開をうまくやって、ついて少なくても35キロ以降までついていけるような、そういう力をつけていかないと太刀打ちできないなと思ってます。はい、やっぱり赤レンガ、はい、あとテレビ塔、そして北海道大学の校内、キャンパスの中を走るっていう、あまりこう今まで学校の中を走るなんて聞いたことないし、ああいうのは僕はいいなと思って、はい、本当にこう札幌を世界に発信する、あ、札幌っていう街があるんだっていうのを発信できる最高の僕は場だと思ってます。今年の8月8日9日に男女のマラソンが札幌で行われます。ぜひ、オリンピックを直に見ていただいて、そして、選手の走りを応援していただきたいなというふうに思います。選手が一生懸命走る姿を見るとですね、多分皆さんの人生も豊かになるというふうに思います。そして皆さんの声援が選手の力になりますので、 ぜひ、生で応援してください。当然テレビでも応援してもらいたいけども、できれば、はい、選手を生で応援していただいて、名前を言っていただいて、応援してください。そうすると選手たちはもう10倍も20倍も、いや100倍力をもらうというふうに思います。ぜひ、生で観戦して応援してください。